皆さんこんにちは、参議院議員水岡俊一です。3月7日の予算委員会では、子どもの様子を中心に質疑をいたしました。コロナ禍の学校における子どもたちの様子ということで、まずは給食の14分間ルール、14分間で子どもたちが給食を無理やり食べさせられるのは酷ではないか、こんなことの議論をいたしました。それから、次に感染症対策として学校で、PCR 検査を実施をしている新山梨方式についてお話をいたしました。山梨県における学校で、クラスの中に一人でも感染者が出るとクラス全員がPCR 検査の対象ということになり、学級閉鎖になり、そして学校で PCR 検査をやるということになっているという、そういった状況を報告をし、そして、今学年末を迎えている学校においてこういったことが実施をされると子どもたちの学習権はどうなんだと、あるいは学校の教職員の皆さん方のもう業務が本当にたくさんになってしまって、保健所が本来やらなきゃいけないことを学校が肩代わりするということが国の政策として文科省の考え方として合致しているのかどうか、そういったことについて議論をいたしました。いずれにしましても子どもたちの学習権を守る、子どもたちの健康命を守るためにはどうすればいいか、そんなことをこれからも議論していきたいと思っております。以上です。